はい、ということで今回はですね、こちらのですね、まあこれも7万3000キャッシュで、まあ、買えるですね、まあ、安い車ということなんですけども、まあ、これパーツがすごかったんですよ。パーツが、はい、じゃあまずは買ってちょっと純正で見ていきましょう。おりゃ、うわー、ちょっとこのホイール嫌やな。ホイールだけ買います。はい、ということでね、やってまいりました。あ、でもこれ結構なんか綺麗なボディカラーしてますね。あ、この車言いましたっけ、ファルコン XB というですね、まあ、フォードの、車となっておりまして、まあ、マッドマックスというですね、映画に登場するようです。ちょっとね、その映画見たことないんでどういう立ち位置なのかわからないんですけど、はい、あ、ちょっと警察の服を着とるままですね。じゃあちょっとですね、ライトとか見てみましょうか。ピッピッ、これはあれやな、ロービームとハイビームの差があんまりないですね、まあ、全くないわけじゃないんですけど、あんまりないですね。で、なるほどね、内側と外側でやってるわけか。バックランプないですね。ウィンカー、あ、これウィンカー光り方結構綺麗ですね。はい、前はそこです。して、内装がですね、こんな感じか。はい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 、すごいな、これなんかこう囲まれた感じのメーターですね。まあ昔の車はちょっとハンドルがでかいですよね。はい、さあこのパーツがすごいんですよね。もう見てびっくりしました。いきますよ。あ、ちょっと車の色変えます。さあいきます、フロントバンパーですね。まずシャープ2。ほら、これやばくないですか。でシャープ3ね。もうヘッドライトボンボン変わっていきます。これシャープ2とシャープ3ちょっと似てるように見えるんですけど、ヘッドライトの奥はですね変わってますからね、レンズの部分は。まあこれねつけますよ、こっち。で、リアバンパーですね。さあリアバンパーどうなる。これはですね、まあルーフスポイラーがつくだけなんですけど、まあ、ちょっとねなんかめり込んでるような気もしますけど、ルーフスポイラーと、まあ、リアスポイラーですね。でこれ、ほらこれやばくないですか。なんか横になんか緑のタンクみたいなのも積んでるのかな。で、シャープ4。ほら、これも意味わからんでしょ。なんなんこれ。まあ僕はね、これはね、シャープ3つけたいんですけど、まあ、ちょっと、先サイドスカート行こうか。サイドスカート。はい。両方からね、4本出しかける2ですね。8本出し。で、シャープ3で、このなんかパイプがつきます。まあ、これ買っちゃう。でボンネットですね、これがすごいんですよ。いきますよ、ポチッ。ほら、でこれ何がすごいかって、ベルトが回ってるんですよ、ぐるぐると。奥も回ってんのかな、上だけ回ってるんじゃないのこれ。上、奥も回ってるの。でシャープ3で、ほらこれやばくないですか。奥回ってんのこれ。まあちょっと後で見てみましょう。絶対これ買うよね、普通に考えて。骸骨ですよ、骸骨。これ骸骨ですよね。めっちゃ回ってますからねこれ。でリアバンパーはこれいける。あ、ギリギリ買えますね。 OKOK、 できた。どうこれ、どう
落ちるんかな。あ、めっちゃ落ちるな。あ、よっしゃ、これでいこう。うわすげえ、なにこれ、なんかあんねんけど、めっちゃ邪魔な、なんかあんねんけど。で、後ろもね、後ろもやばいよこれ。ほら、何これって感じですよね。で、車高もですね、こんな低いことになっております。低いね。で、ちょっとこれでまたウィンカーとか付き方変わんのかな。ポチッ、おっ、ちゃんとついてます。ウィンカーはあんの。あ、ウィンカーなくなっちゃった。フロントのね、ウィンカーがなくなっちゃったんですけど。で、これこれ何これ、めちゃくちゃ面白いこれ。これは後ろとかはなんかあんのかな。後ろまでは何もないですね。ただし、ここでくるくる回ってるものは、あ、ベルトないね。わあすごい、わあすごい、ドアップ。でもこの下はね、ないですねこれ。どうせやったらそこまで作ってよって思いましたけど、ないです。すごいなこれ。ちょっと遅すぎ。うわ、すげえなこれ。結構いかちい車に仕上がっております。いやー、やっぱりね、カーパーキングはちょっと面白いですねなんかやめられへんな、飽きへんよね、飽きへん。まあそのうち、あのバイナルのミラー機能とか、ガラスにも貼れるとか、なんか できそうですよね。そういう系もそのうちですよ。いや低いね、めちゃくちゃ低いね。はい、ということでファルコン XB いかがだったでしょうか。まあこんなですね、面白いカスタムできるので、まあちょっとこの改造はですね、コインがかかっちゃうんですけども、まあぜひ皆さんも遊んでみてください。ということでよろしくお願いいたします。